軍人に格闘技を教えるジャーディン・キーズ・ジャーディンは、アメリカ合衆国の俳優、元総合格闘家、モンタナ州ビュート出身、ジャクソンズ MMA 所属、元バウンティハンターという異色の経歴を持つ、2003年10月4日、初参戦となったパンクラスで、山宮恵一郎と対戦し、0から0の判定ドロー。2003年12月12日、 プロボクシングデビュー。2005年、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイター・シーズン2に出演し、チーム分けの際は、コーチのリッチ・フランクリンに、ヘビー級選手として一番に指名を受けた。ヘビー級トーナメント準決勝で、ラシャド・エヴァンスに敗れシーズンから脱落するも、11月5日のフィナーレでは、ケリー・ショールにローキックで TK を勝ち。以後は階級を、ライトヘビー級に下げ、 ユーフックに定期参戦を果たした。2006年12月30日、ユーフック66で、ホレスト・グリフィンと対戦し、TKO 勝ち、ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2007年9月22日、ユーフック76のメインイベントで、チャック・リデルと対戦し、2から1の判定勝ちを収めた。2008年5月24日、ユーフック84で、 バンダレー・シューバと対戦し、パウンドで小負け。10月18日のユフック89では、ブランドンベラに2から1の判定勝ちを収めた。2009年3月7日、ユフック96のメインイベントで、クイントン・ランページ・ジャクソンと対戦し、0から3の判定負け。破れ走ったもの,のファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2009年8月29日、ユフック102で、 シアゴシウバと対戦し、パウンドで TKO 負けを喫した。2010年2月20日、UFC110 で、ライアン。2010年6月19日、ザ・アルティメット・ファイター,チー、チーム、リデル・ヴィエス、チーム・オルティス・フィナーレで、マット・ハミルと対戦し、0から2の、判定負け。4連敗となり、UFC から、リリースされた。2010年9月11日、 シャーク・ファイツのメインイベントでトレバー・プラングリーと対戦し1から2の判定負けを喫した2011年4月9日ストライクフォス初参戦となったストライクフォスディアズ VS デイリーでゲガール・ムサシと対戦し0から1の判定ドローマイク・カイルの代役での出場であった二千十二年一月七日ストライクフォース六ルド VS ジョルディンで ルークロックホールドの持つ世界ミドル級王座に挑戦し、パウンドで TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。ありがとうございます。